忘れん坊のすりはんどく。昔々のお話です。あるところにすりはんどくという少年がいました。とても素直で心根の良い子でしたが、困ったことに物覚えがひどく悪いのでした。何を教えられてもすぐにきれいさっぱりと忘れてしまうのです。ある時などいくら名前を呼んでも一向に返事がありません。なんと自分の名前を忘れてしまったというではありませんか。これには誰もが驚き、それからというものすっかり皆からバカにされるようになってしまいました。ある日すりはんどくは目をキラキラさせて、僕もお兄さんと一緒にお釈迦様の弟子にしてくださいと頼みました。すると兄は大きくかぶりを振って言いました。お前は物覚えが悪いからダメだ。けれどもすりはんどくは諦めませんでした。そのまっすぐな気持ちが通じ、やがてお釈迦様の弟子となることができました。まず初めに教わったのは14文字の仏の言葉です。一生懸命に覚えましたが、次の日にはすっかり忘れてしまうのでした。長い月日が流れました。兄は根気強く14文字の言葉を教え続けましたが、すりはんどくはちっとも覚えられません。とうとう兄は我慢できなくなり、お前みたいに物覚えの悪いやつは見たことがない、とっととここから出て行けと叫び、すりはんどくを修行の場から追い出してしまいました。ああ、こんな僕を救ってくれる教えはこの世にはないのかな。途方に暮れたすりはんどくは道端にずっと立ち尽くしていました。すると、すりはんどく、何を困っているんだい、話してごらん、という温かな声が聞こえました。通りかかったお釈迦様が声をかけてくださったのでした。お釈迦様、僕は愚かで。すりはんどくの目からは涙があふれ、もう言葉になりません。お釈迦様は、お前は愚かなんかではないぞ、とすりはんどくの頭をなでて優しく励ましました。そしてすりはんどくの手を取り、修行の場へと連れ帰りました。それからというもの、すりはんどくは誰に何と言われようと、お釈迦様のご恩に報いるため精一杯修行に励み続けました。そんなけなげなすりはんどくをバカにしたように薄笑いを浮かべて見ているのが台場だったという男でした。ふん、たかが14文字の言葉すら覚えられぬとは。わしなど6万もの教えをすらすら言えるのに。しかしすりはんどくはいくらバカにされても決して修行をやめませんでした。どんなに時間がかかっても師匠のような立派な人間に成長しようと深く心に決めていたからです。一方、愚かな台場だったはお釈迦様や仲間を裏切り地獄へ落ちていきました。やがてすりはんどくは修行をやり抜き、不明如来という仏様になりました。そしていつまでも
たくさんの人々に慕われ、尊ばれたのでした。おしまい。